屋外にある天然ガスによる非常用発電機。停電が起きても部屋の照明のほかスマートフォンも充電でき、お湯も止まることはありません。冬場の災害というのがですね、今いつ起こるかわからない状況ですので、 JR 札幌駅近くの再開発エリア、安心安全を追求した街づくりが進みます。 JR 札幌駅の東側、中央区北四条東6丁目に最先端の再開発地区があります。2019年に移転オープンした札幌市中央体育館北笠アリーナ札幌46を中心に、2棟の高層マンションやシニア向けの高級マンション、スポーツクラブや複数の病院が入る区画です。マンションからは全天候型の通路、空中歩道が伸び、隣接するショッピングモール札幌ファクトリーに直結します。雪や寒さに左右されず買い物ができる便利な地域です。ここに住めると考えたらどうですか。いいよね、ファクトリーまで来ればあとここずっとつながってるからね。この地区の一番の特徴は、こちらがエネルギーセンターと呼ばれる建物です。ガスで発電した電気や温かいお湯をエリア内のマンションなどの施設に送っています。もともと北ガスの工場があった地区、エネルギーセンターのガス発電機は地区内の半分の電力をカバーでき、太陽熱や地熱の再生可能エネルギーも活用し、周辺にお湯も供給します。そして今日のような暴風雪で停電が起き、外部から電気が供給されなくなっても、マンションや避難所となる体育館に電気を送り、一部照明に利用、災害時にエネルギーの供給を継続します。そしてこのエリアに同じコンセプトを持った賃貸マンションが登場しました。停電の時は強制的に動かしまして、建物に電力を供給するようにしています。北ガスが初めて手掛ける賃貸マンション、エフュート北三条です。設置されているガス発電機2機はロードヒーティングにも使われるほか、停電が起きた場合にも起動。発電機と太陽光パネルで貯めた電気で部屋の一部照明のほか、スマホなどを充電するためのコンセントも使え、暖房やお湯も止まることはありません。このアプリを介して、停電の状況ですね、今停電になっていますといったお知らせと一緒に、お部屋の中のどの機能が使えるかといったご案内であったりというものを入居者様にお伝えをしていきたい。お風呂の自動湯張り追い出し機能というものもついております。また分譲マンションレベルの断熱性も備えているということで、窓も大きく光熱費の節約にもつながります。胆振東部地震が起きた時はちょうど9月で、暖房エネルギーが必要じゃなかった時ですけども、やはり冬場の災害というのがですね、今いつ起こるかわからない状況ですので、冬場の暖房を維持できるということで、この設備についてはですね、思いを込めて作っております。間取りは 1LDK と 2LDK で、家賃は7万円から11万円ほどとなっています。来月から入居が始まり、すでに27部屋すべてが契約済みですが、北ガスでは今後道内で100棟を目標に同様のマンションを展開したいとしています。